通常のハーフアップにたった1工程増やしただけでこんなに可愛くなる。皆さん、やってみたくないですか？皆さんこんにちは、渡辺です。今回はたった1工程増やすだけで劇的に可愛くなるハーフアップのご紹介です。通常のね、ハーフアップで、ね、やられる方結構多いかなと思います。ただそれでヘアアクセだったりとかね、バレッタだったりとか、そういったものをつけてやられる方がほとんどなんですけど、それがない場合もあるじゃないですか。そんな時にたった1工程増やすだけで劇的に可愛くなる方法になります。このテクニックをね、覚えておいておくと、いろんなねヘアアレンジでも使えるかなと思いますので、ぜひね、参考にしていただければなと思います。で、前回のね動画だったりとかで、やっぱりこう髪の毛の量が多くて、なんかうまくこうクルインパできなかったりとか、なんかうまくまとまらないっていう方も、このアレンジだったら、あの髪の毛が多い方でも全然綺麗にまとまりますので、ぜひねそういう方も参考にしていただければなと思います。それでは早速動画をどうぞ。はい、では始めていきます。まずハーフアップの髪の毛を取り分けていくんですけど、表面の部分から少し斜め、こんな感じでざっくりで大丈夫ですので、斜めに取り分けます。こんな感じですね。しっかりと溶かして、でこの時にできればブラシだったりとかで溶かしてあげると、髪の毛のね質感だったりとか毛束感が綺麗に見えるので、なるべく溶かすようにしてください。結ぶ位置なんですけど、少しねハーフアップって上よりもちょっとねこう下の部分でやる方がいいので、だいたいまあ耳のラインだったりとか、そのあたりぐらいでゴムで結んでいきます。で、結ぶ時の注意点なんですけど、ハーフアップってね下の髪の毛も一緒に結びがちなので、なるべくね下の髪の毛は結ばないようにして、気をつけながらやっていきます。こんな感じです。これでね、まあ、通常のハーフアップみたいな感じでねなるんですけど、例えばこれでバレッタだったりとかヘアアクセつけても可愛いです。そういったねヘアアクセがない場合はどうすればいいかというと、たったこれだけなんですけど、ちょっとねゴムの部分を少しだけ下にずらして、でこの部分のもう一番端っこです、ここら辺の部分に空洞を開けます。本当に少しでいいので、あんまりねこの空洞を開けたところが真ん中寄りだと少しやりづらいので、ちょっとだけでいいです。だいたい3センチ束ぐらいの髪の毛の部分に空洞を開けて、この部分をくるりんぱしていきます。上から下に、こんな感じです。で、ぎゅーっと絞っていく。で、すると、絞っていくと若干ゴムが隠れます。で、この部分を少しね、くるりんぱされた部分を広げてあげる。で、よりね、ゴムが隠れてルーズ感が出ます。で、こっちがボリューム出たら、少しね、こっち側もボリュームを出すように広げてあげる。これだけでも全然可愛くないですか？少しちょっと上級者っぽい感じのヘアアレンジになるかなと思います。で、お好みで、この辺の部分だったりとか、あとね、分け目が出てるかもしれないので、ちょっとね、広げてあげる。で、ここペタッとしやすい方が結構いらっしゃるかなと思うので、この部分は手で静かみにして、少しね丸みが出るような感じで広げてあげる。こんな感じで、でバランスが整ったり、毛先の部分だったりとかがね、まあ動きが欲しい方はね、あの巻いといて、事前に巻いといてあげてばいいかなと思うんですけど、もしね短い方だったりとかしたら、このままでも可愛いかなと思いますので。で、バランスが整ったら、これだけで完成です。
はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。通常のハーフアップよりも劇的にちょっと可愛くないですか。で、髪の毛の量が多い方でもしっかりと結構まとまりますし、多少ね、このほぐしみたいなのもあるんですけど、このね、あのゴムを隠すように下にこう広げながら、まあ、左右対称にね、ちょっとこうバランスを整えてやっていくだけでもいいですし、まあ、あの普通にくるりんぱしてここだけをこう下にしてゴムを隠すだけでも結構おしゃれに決まるかなと思いますので、まあ、もちろんね、ヘアアレンジ一回見ただけじゃやっぱりね、できないのはほとんどだと思います。なのでね、まあこのヘアアレンジちょっとやってみたいなだったりとか、覚えていきたいなっていう方に関しては、何度か挑戦したら結構簡単にできるかなと思いますので、ぜひね、このテクニック覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。